今日はですね、なぜ推理小説の犯人は最後告白するのかっていう、そういうことなんですけれども、推理小説の犯人っていうのは最後、なぜ自分がこのような犯罪をしたのかっていうことを自分で告白するっていう、そういうような場面が、ほとんどの場合設定されているんですけれども、なぜあれ自分で告白しているのかっていう、冷静に考えてみると不思議っちゃ不思議だなっていう、そう思いますよね。これですね、それはもう読者が求めているからなんでしょうけれども、なぜ読者がこのようなことを求めるのかっていう、そういうようなことで、普通の裁判においてもですね、動機っていうものが極めて重要視されたりしますよね。何か犯罪を犯しても、動機っていうものが認められるような、情状酌量の余地があるような動機であれば、その罪が軽くなるみたいな、そういうようなことがあって、裁判所、すなわち、国家権力的なものも、動機っていうものにかなり重きを置いているらしいっていう、そういうようなことが分かって、すなわちですね、国家権力そのもの自体が、私たちの心の内面っていうものの中に手を突っ込んできているっていう、そういうようなことで、この流れの中でですね、推理小説の犯人っていうのも、私たちが裁判官としてですね、彼らの、彼女たちの心の中に手を突っ込みたいという、そういうような願望から、彼らが、彼女たちが推理小説の中で自分たちの犯罪の動機を説明してくれる、告白してくれるっていう、そういうふうな現実世界と推理小説っていうものが結構パラレルになっているのではないかっていうふうに、思われますね。これですね、これ昔から日本がそのような社会だったのかっていうと、実は違っていてですね、例えば福沢諭吉がその本の中に語っていたんですけれども、昔ですね、警察とかっていう江戸時代においては、明治初期においては警察なんてものはなかったと。だから例えばですね、悪さをするとその町のやつらにとっ捕まえられて、淀川に簀巻きにされて放り出されるみたいな、そういうようなことが起こっていたので、悪さがバレるとですね、必死で逃げるっていう、そういうようなことを福沢はしていたっていうようなことを言っていますね。すなわち、時代劇においてはですね、北町奉行所とか南町奉行所とかがですね、お白州を開いて裁判的なことを、テレビ内では行っているんですけれども、何百万っていう、そういうふうな人が住んでいる江戸でですね、あのようなお白州が一つしかないっていう、そういうような状況で、北町奉行所と南町奉行所っていうのは、北にあったり南にあったりっていうふうに考えられて、それに名前がついてるってわけではなくて、月交代で、裁判っていうものを行っていたっていうわけで、裁判全てがですね、あの一つのお白州で決まるっていう、そういうようなことは考えられないわけで、大体その犯罪っていうものが発覚すると、地元民がそれぞれで解決していたみたいな、そういうような流れだったらしいんですけれども、すなわち昔はですね、相手の告白みたいな、そういうものを聞かずに問答無用で簀巻きにして淀川にぶち込むみたいな、そういうようなことが、福沢ですからね、江戸末期の大阪ですね、福沢は適塾っていう塾の塾頭をしてたんで、大阪での話だと思うんですけれども、大阪では、そのような裁判っていうものはほとんど行われていなかったっていう、軽犯罪についてですね、万引きとかですね、窃盗とかですね、そのようなものについては、裁判っていうものはあまり行われていなかったっていう、そんなことが分かるんですけれども、このように昔の日本においては、江戸時代の日本においては、告白っていうものは要求されていなかったっていう、ただその罪において、刑罰が決まるっていう、そういうようなことだったわけで、すなわち、国家権力が、幕府がですね、藩が、それぞれの個人の心の中に手を突っ込むっていう、そういうようなことはなかったんですけれども、これがですね、時代が明治大正っていうふうになるに従って、国家が、人々の心の中に手を突っ込むようになって、その結果ですね、推理小説においても告白っていう、そのような現象が始まっているっていう、そういうようなことになるだろうと思いますね。これですね、では具体的にどのあたりから、
告白っていうものが要求されるようになったのかっていう、そういうことなんですけれども、これ例えばですね、明治24年に大津事件っていうものが起こるんですけれども、これロシアの皇帝が日本に来た時にですね、日本の巡査、一人の巡査によって暗殺されかけたっていう、津田三蔵っていう名前だったと思うんですけれども、その津田巡査によって暗殺されかかったっていう、そういう事件があったんですけれども、ここにおいてですね、津田三蔵がなぜそのようなことを、ニコライ2世の暗殺っていうことを企てたのかっていう、そういうようなことの理由っていうのは追及されなかったんですよね。津田三蔵っていうのは、ちょっと頭がいかれたような、そういうような感じの人だったらしいんですけれども、彼がどのようにいかれていたのかとか、そういうようなことの追及はなかったっていう、そういうことなんですけれども、これがですね、明治末の、退却事件っていう、高徳秋水の一派がですね、当時の、昭和天皇ですね、その暗殺を企てたっていう、後の昭和天皇ですね、その当時は、まだ、若い頃だったんですけれども、皇族の暗殺を企てたっていうことで死刑になったりするんですけれども、この高徳秋水事件においては、その高徳秋水の一派がですね、これ完全に無実であるということが判明しているんですけれども、なぜそのようなことを行うのかっていう、そういうようなことがですね、新聞とかですね、雑誌で大々的に取り上げられたという、そういうような経緯があったりするんですけれども、すなわち明治20年代前半においては、人の心の内面っていうものに手を突っ込んで、その人がなぜそのようなことを行ったのかっていう、そういうようなことの解明っていうことはあまりみんな興味がなかったにもかかわらず、明治末になってくると、そのような内面探求みたいな、そういうようなことに多くの関心が向くようになってくるっていう、そんなことで、おそらく、明治20年から明治末にかけて、そのような、国家がですね、国民の心の中に手を突っ込んでくるっていう、そういうような状況に変化していったのではないかっていうふうに思われますね。これはですね、別に陰謀論的な感じではないんですけれども、政府がですね、国民を一つにまとめようっていう、そういうふうな結果において、そういうような意思に基づいてですね、そのような社会を、西洋に見習って、徐々に作り上げていって、国民もそれに同調していったっていう、そんな結果だろうっていうふうに思うんですけれども、このようなですね、国民一体性運動、その結果として、上位の者がですね、下位の者の心の中に手を突っ込むっていう、そういうふうな流れがですね、明治の20年頃から徐々に強まっていったという、そういうようなことが推測されますね。そしてですね、この結果、どのようなことが起こったのかっていうと、日本がの一体性というのが強化されて、そしてですね、日清戦争に勝つっていう、日本対当時の、中国における清国ですね、清に勝つっていう、そんな事象が起こったんですけれども、日清戦争勝利っていう、これですね、なぜ日本が、当時の清国と戦って勝ってたのかっていうと、これは日本の一体性の勝利であるっていう、そういうふうに考えてほぼ間違いないと思うんですけれども、日本はですね、明治維新によって、例えば産業が進歩して、武器もですね、いい武器を揃えることができて、そして清国に勝ったみたいな、そういうふうなイメージがあると思うんですけれども、実はこれ違っていて、清国っていうのは、当時、すでに大国だったんですよね。日本のですね、10倍ぐらいの人口を抱えている大国、そもそも大国なんですけれども、1人当たりの GDP っていうのも、大して日本と変わらないっていう、そんな状況だったんですけれども、そしてですね、日本が産業革命によって産業が発展するっていうのは、実はですね、日露戦争前後あたりからっていうふうに言われていますね。実際に日本国内で、製鉄事業っていうのが盛んになるのは、明治末あたりからっていう、そういうようなことなんで、まだ明治、日清戦争に、明治27年なんで、そのような、鉄っていう、重要なものはですね、なかなか日本には存在しないという、そんな状況にもかかわらずに、日清戦争、日本が勝てたっていうのは、日本の一体性がゆえにであって、
それに対してですね、清国っていうのは実は一体性が全く欠けていたっていう、そういうようなことで、日本はですね、清っていう国と戦争しているように思われるんですけれども、実は違っていて、清っていう領土の中の李鴻章っていう、そのような軍閥と戦争したに過ぎないっていう、そういうようなことで、李鴻章っていうのは北部の軍閥なんですけれども、これが南部の軍閥っていうのも存在していて、これが日本がですね、南部の軍閥に戦いを仕掛けるとですね、自分の軍隊は李鴻章とは違うんで、そういうことはやめてくれっていうふうに、そういうふうに言われたっていう記録が残っていますね。すなわち、日本はですね、一体性を持って戦っていたにもかかわらず、当時の中国、清国っていうのは一体性が欠けていたっていう、そういうようなことで日本が清国に対してギリギリ勝てたっていう、そんなことの、理由になると思うんですよね。すなわち、日本政府がですね、そのような人の心、その国民の心の中に手を突っ込んで国民を統一するっていう、そういうようなことを行って、それを国民も受け入れてですね、その結果日本の統一っていうものが強固になって、日清日露っていうものを勝ち抜いていったっていう、そういうようなことの、影響っていうかですね、そういうような日本の一体性の尊重みたいなものが現在にも残って、それがですね、裁判制度であったり、果てはですね、推理小説における犯人の告白っていう、よく考えると、もうそんな告白する必要ないよねっていう、そういうふうに思うんですけれども、犯人はですね、告白をして、そしてそれを聞いた読者はですね、ある種のこうカタルシスみたいな、そういうようなことを覚えるっていう、そういうようなこう循環が存在しているっていう、そういうようなことになると思いますね。今日はですね、なぜ、推理小説の犯人は告白するのかっていう、その動機をですね、なぜ告白するのかっていう、そういうことを考えてみました。今日の動画は以上になります。